新州の地理山脈は、日本の地理学者、斉藤伊が命名した、長野県出身の巧妙な地理学者らを指す言葉。斉藤が文化創女という概念を提唱するにあたり、彼らの研究水準の高さを商用するとともに、学風の継承、発展を行うために導入した用語である。新州地理アルプス、新州地理山脈、地理学山脈とも称する。 中央アルプスが解山地、山脈が連なり、千曲川や木曽川など、複数の河川の流域に、盆地や谷底平野が形成された長野県では、盆地、谷底平のごとに、独自の人間活動が営まれ、地域性を生じた。多様な地域社会を一つの県としていることから、長野県は時に、新州合衆国とも形容される。また、長野県は、 教育熱心な県として知られてきた県でもある。江戸時代に寺子や教育によって識字率が高かったことや、明治時代に小学校の修学率が高かったことを背景としており、教育熱心さを継承、発展してきた。斎藤伊佐夫は長野県が多くの地理学者を輩出してきた県である理由として、常実のような地理的多様性と教育熱心さを指摘した。 そして、産地、山脈の多い長野県の地理的特性、長野県出身の地理学者の多さ、長野県出身の地理学者による研究水準の高さの3つをかけて、新州の地理山脈と名付けたのであった。斎藤は特に、三沢勝江と市川武を、その代表として挙げた。命名者の斎藤伊佐は、 昭和後期から平成期に活動した群馬県出身の地理学者である。農業地理学研究、特に博士論文の東京収入圏研究で知られ、フィールドワークを重視した研究を行い、それぞれの学術雑誌が要求するよりも、はるかに高水準の論文を寄稿した非常に誠実な研究者であった。教師としての斎藤は臨場感あふれる、 語り口調で授業が面白かったと評される。また斉藤が書く論文は、小説のような景観描写を特徴としており、新州の地理山脈は斉藤ならではの有もある、表現である。斉藤伊佐が列挙した、新州の地理山脈を構成する研究者は、三沢勝栄、市川武雄、八景北西沢利恵、竹石智夫、竹内厚彦の六人と、三沢の君頭を受けた。 気候学者である、笹倉渡さん、矢沢大臣の二人である。特に、三沢と市川を、新州の地理山脈の代表として挙げた。三沢勝恵は、大正後期から昭和初期に活動した地理学者である。最終学歴は高等小学校卒ながら、文部省師範学校、中学校高等女学校教員検定試験地理、科に合格して、 旧制中学校の教員を務め、その傍らで太陽の黒点観測、卓越風などの小気候、景観論、風土、地理教育など多岐にわたる研究を行った。小田内道都辻村太郎、田中刑事といった大学で教弁を取る一線の地理学者と学術的交流があったものの、三沢はほとんど独学で研究を進め、その成果は大学教授にも勝るものであった。 人文地理学的な研究の中では、1926年に地理学評論へ掲載された諏訪製資料の地理学的考察が最良であると斎藤は評する。三沢の人文地理学的研究は、最終的に辻村らの景観論や棚からの地資学派を離れ、フード論に至った。大気と大地の接触面で展開する諸現象の 相互作用により形成された有機体をフードと呼び、フード産業の振興とフード生活を営むべきとした。また地理教育の題材となるのは、大気と大地の接触面であるから、生徒にとって身近な強度を題材とすべきと説いた。市川武雄は昭和中期以降から平成末期まで活動した地理学者である。長野県須坂西高等学校に赴任して以来、 長野県で、割地観光やリンゴ産地の研究をしていたが、田中啓治の指導を受け中央高地の高齢地研究に専念した。その後日本全国、さらに、モンゴルや中国の新疆ウイグル自治区、雲南省へ対象を拡大し、ブナタイ文化、青潮文化という語を提唱した。地層の霊文化創除の概念図、斎藤伊佐は、新州の地理山脈を代表する。 三沢勝江と市川武を長野県で研究を行ったことのある田中刑事の三者に共通する研究上の共通点として徹底的なフィールドワークの実施様々な地理的要因から統一性を見出す指揮権歴史的経緯の重視の三点を列挙した続いて三沢と市川の八ヶ岳山六の研究と三沢、市川、田中の松本盆地の研究を例にとり それらの研究水準の高さと地域研究の面白さ、奥深さを称賛した。それらを踏まえた上で、田中の地層を基礎として、三沢の風土や風土産業の考え方を地域生態として継承、発展させ、文化創造の概念を提示した。斎藤は、ある時代の植物や花粉が池に堆積して、地層をなすように、ある時代の文化が、 地域に何らかの痕跡を残すと考え、それを文化壮女と呼んだ。何らかの痕跡には地域に残る建造物、書物、文化財などが挙げられる。言い換えれば、多くの文化が時代を経るごとに地層のように堆積した状態が文化壮女であり、地域生態の発展として地域性や空間的特色を時間的、空間的側面から同時に見る見方が、 文化僧女である。斎藤は別の論文で、より単純に、産業の推移、重なり合いと定義している。また地層が、マグマによる熱で変成したり、終局したり断層を生じたりするように、文化僧女も、三沢の言うところの、地域の力によって変成したり、地表面に現れる、文化層が、地形や戦争、景気変動などで曲げられたり断絶したりすることがある。ただし、 産業の空洞化やグローバル化によって文化創助は見えにくく捉えにくくなっていると斉藤は述べている。斉藤が文化創助を提唱した著書中央日本における盆地の地域性について大竹幸彦は斉藤知史学の集大成といえる筒井和信と今里悟るのは田中刑事以来の知史学の伝統を受け継ぐ研究と評している。なお斉藤による 文化僧助の書室は、中央日本における盆地の地域性ではなく、2005年に、栗葉正明、藤田和史と共著で発表した論文、下諏訪における工業的土地利用の文化僧助である。ありがとうございます。